こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、フォクトレンダーのですね、非常に評判のいいレンズですね、ノクトンクラシックの 35mmF1.4 ですね。はい、まご覧いただけましたらわかるようにですね、このライカの、ズミルックス 35mm のオマージュレンズになってるわけですね。はい、フォクトレンダーはですね、このライカのオマージュレンズを結構多数出しているわけですけれども、その中でもですね、非常に人気の高い一本になってますね。ズミルックス 35mm はですね、この開放時のですね、滲みとかですね、柔らかい描写でもって、ちょっと何段か絞ると非常にキリッとする写りが特徴となっていて、癖玉と言われているわけですけれども、こちらもですね、だいぶその特徴をですね、捉えて、再現してですね、しかもですね、まあ、個体差とかです。昔のレンズのような個体差ですとか、こう曇りカビといったものがですね、心配のないレンズとして安心してご利用いただけるレンズになっているわけですね。でもって、お値段もだいぶリーズナブルというふうに、お使いいただくことができます。はい。とても人気の高い一本ですので、ぜひ、チェックしてください。ということで、外観からチェックしていきますけれども、ご覧の通りですね、まあ、古いレンズではありませんので、とても綺麗な状態キープしてますね。手荒く扱ったりとかですね、どこかに強くぶつけたり擦ったりしたような、あとは、見受けられないですね。はい。どっかにぶつけて歪んだりとか、落下痕などもありません。はい。備品といって全く差し支えないですね。でもって、レンズも前玉、後玉ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、大変綺麗ですね。中玉も、曇りカビ、バルサム切れ、チリ、ホコリの混入もですね、こう見ても見えませんので、だいぶクリアな状態キープしてます。絞りとかですね、このピントリングの動きも全く問題なくですね、一定のトルクでスムーズに動いております。動きムラとか泣きとか、油汚れなどもありませんね。はい。付属品がリアキャップと、こちら、フォクトレンダー純正のですね、本当は別売りなんですけれども、このフードが付属しております。はい。フロントキャップがですね、今回ちょっと付属できないというか、なくなっていましたので、ご容赦ください。はい。はい。ということで、非常に人気の高いですね、ノクトンクラシック 35mmF1.4 ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、はい。フォクトレンダーの人気レンズですね。ズルミックスのオマージュレンズ、ノクトンクラシックの 35mmF1.4 です。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。